五代目、小野菊之助8月1日隊は、日本の俳優、歌舞伎役者。屋号は、音羽屋。縄文は、重根線に、抱き菓子は、開門は四つ輪。本名は、寺島和康。青山学院大学中隊。身長173センチメートル可憐な美貌と、清潔な色気で女型も二枚目も、魅力的に演じる。現代の歌舞伎を担う、若手スターの一人。 また、歌舞伎以外にも、蜷川幸雄の舞台などにも、積極的に出演している。その縁で、2005年に、シェイクスピアの儀曲、十二夜を、歌舞伎演目として、蜷川に演出を依頼している。市川根監督のリメイク版、犬神家の一族では、犬神松子の長男、犬神助清役で出演したが、犬神松子役は実母である、藤純子が演じ、 スクリーン上での親子共演となった。父は歌舞伎役者の七代目、小野菊五郎。母は女優の藤純子。姉は女優の寺島忍。生後2ヶ月の時、徹子の部屋に母親と共に出演している。2009年12月6日に菊之助が単独で出演した際には最年少ゲストと呼ばれた。2013年2月、二代目。 中村吉右衛門の四女と結婚し、11月28日に第一子が誕生した。2015年7月14日には第二子、2017年9月4日には第三子が誕生。2019年5月3日、令和元年5月を歌舞伎、団吉夫妻の絵本牛若丸において長男が初舞台を踏み、自身の全名である小野江牛之助を七代目として襲名した。 ありがとうございます。